はい、小柳敦美さんの登場で、皆さん元気にしてますか？元気にしてますか？小柳さん元気ですよ。元気ですよ。じゃあ、今日は何の曲を紹介してくださるの？今日はね、詩であった、詩の詩であった。古本先生がね、ベートーベンのピアノソナタで一番大好きだったっていう、ピアノソナタ28番。オーパス101を書きたいと思いました。ピアニストは、バッカハウスと言いたいところなんですけど、バッカさん、あのこうちょっとバンが傷んじゃって繰り返しちゃうので、新進のね天才中流 HJ リムの、ピアノで送りたいと思います。はい、いただきます。ちょっとお待ちください。部長、ため息のように始まりましたけど、ね、うん、ため息のように始まりましたね。すごいですね。これはもうベートーベンがね、はい、もうこう定年というか、こうもう恋を受け男であった。若きベートーベンの姿はなくて、こう自然を愛する人間離れをして自然を愛するベートーベンを見なくて、はるかね内面の気持ちだけをこう、うん、捉えている演奏ですね。演奏というか曲はドルテア・シリシリアっていう、この曲はあまり聴いたことないんですけど、あ、この曲はもう最高傑作です。あ、そうなんですか。うん、ほんと何番っていうやつでしたっけ。あ、ピアノソナタ28番。あ、飛んじゃってますね、うん、あ、ちょっと待ってください。大丈夫だと思うよ。うん、失礼しました。この曲はドルテア・シチリア・ソナタといって、ベートーベンのね、いや深い友人、晩年人の深い友人の女性で、あとドルテア・シチリアという方がいらっしゃるんですね。で、ドルテア・シチリアさんが、こう子供を出産、したんですけど、当時に進めますね、これしかないもんで、どれで夫人がすごいですね、すごい飛びますね。どれで夫人が、私持ってないかな。持ってる？分かんない。ちょっと待ってください。ドルテア・シチリア夫人というのが出産の時に亡くした坊やを出産した赤ちゃんを持っちゃっただよね。ベートーベン。あ、ベートーベンか。流産しちゃって、そうなんですね。それで、もう絶望の淵にいたドルテア・シチリア夫人は、ベートーベンのこう気持ちをこう、もうね、こう、ベートーベンの気持ちを、今がちょっと、彼女の、ワイフの、ところからベートーベンの、飛ばない CD を探すと CD を探すと、ドルテア・シチリア夫人はもうその頃ベートーベンは全く耳が聞こえませんでした。筆談でね、筆談、赤いて口にペンで筆談、
ペンを加えてこうやって打つかっていう、それしかできませんでした。はい、で、あのこうドルデルスチンや夫人にあのこう曲を支えるようで、あのこうその時演奏されたソナタがこの優秀のソナタ、もう人生の愛し優秀のソナタである、こうドルデルチリレア夫人のですね、ベートーベンのね死亡、うん、恋心でやった、その時吹き替えたのがこのドルデルチリレアソナタだって、オーパス101ピアソナタ28番だって言われてます。これはあの今あのため息のように始まったんですが、ため息のように始まって、まあ、こう孤独、非常に孤独な音楽ですね。それでもやはりベートーベンですから、あの2楽章変わりました。あのもう病気も何も忘れて、あのこう心の波を見つめて明るくこう邁進するんだっていう心ですね。あのその心の表現はすごいです。あのちょっとありますか、ちょっとあったら嬉しいですね。ちょっとそれちゃうでしょう、少々お待ちください。ありました。ありました。ないんですね。ないですか。それないでしょ。多分ないです。あ、クルイタスね。クルイタスのベートーベン、みんなご存知ですか。教会でやったあの録音ね、あのアナログで、あの A 版だと44万するっていう。高いですね。高いというか、法外ですよ。あ、いいのはありますね。あとはないですね。ないですか、はい、残念ながら。あ、でも飛ばなくなったんで。あ、よかったです。ここはもうベートーベンのね、あの、こう、なんていうかな、あの、ローベートーベンが、心優しくさに、あの、こう、自分の悩みを見つけて、あ、いや、ちょっと前進しよう、いいよいいよ、前進しようという、あの、ベートーベン特有の頑張り、うん、グーのパンチですね。あの、もう痛いでしょうね、ベートーベンのパンチって。痛いですよ。初めて食らった時は、僕はフルツベングラーの、有名なね、グラニアのエルカでしたけど、ライナーノーツは宇野先生です。もう、グーのパンチですね。グー、こうやってグーですよ、こうやってグー、バシーっていうパンチ。特養会のあの、だって、男のスタッフ。特養会に行った時の、卓球とかよくやってたじゃないですか。ああ、うんちゃんグーのパンチですよね。そうなの、うん。わざこ忘れちゃった。グーのパンチ。グーのパンチってのは僕の死に現れるときは。シスターに、ね、させてくれます。グーのパンチ忘れないじゃん。聞いたじゃん、グーのパンチ。これできますか、たこ焼き。たこ焼きはできませんよ。たこ焼きは大変ですよ。しかし素晴らしいですね、この電信してね。電信性。この気圧はね、本当に別々じゃなきゃ表せない。で、終わった？まあ、終わんない。探しちゃう。不可欠なのしない。ここで愛し、
もう救えないようなあの曲なんですけど、そこに浸るあのもうみんなのねあのこうだ誰もが哀愁に浸るんです、うん、あのこう自分の悩みを見つめこう内部だけの軸で燃焼しようっていうのが芸術のね ある意味の形じゃないですかね、うん、もうベートーヴェンは自分の内面だけを見ています、うん、はい、とても、この曲は3曲目で終わりですか？4曲目で洋楽師匠、洋楽師匠もあってもう軽くなりますからね、ドゥン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 、でもうまいですね、うん、天才ですね、この宿屋の人によかったらベートーベンを一応弾いてほしいですね。で、ドルテシジリアソナタの、こう、宇野さんへの死後は、ちょっと、これ、この、この本、見えますか？宇野ゴッホのクラシック名曲名盤総集編。安いですね、1800円。そんな安かったね。あ、ここですね、もう変わります、読む中に。もう、フーガーの音楽になって、明るくなるんです。ちょっと一楽章の主題が現れるんですね。綺麗ですね、なんか。綺麗でしょ、ほんとに。うん。あれですね、ここでしょ、うん。初めて聞いたかもしれません。嬉しいですね。ワイフが、このドルテシジリアソナタを喜んでます。うん、このね、もう弾んでますもんね。うん、スキップしたくなる。そうそうそう。スキップで、ランランラン。できないんですけどね、ランランラン。ランランランってね。鼻を見しませ、ランランランって。45歳の時の作品らしいですね。後期に入って彼の深い内省の心が見て、ベートーベンが聖女ドルテアと呼んでいたドルテアに捧げられた。彼女は背が高く、気品があり、非実的な顔をした。20代のベートーベンの弟子になり、そんな間、長い交際で、彼は短期、そこをあらゆる力を受け、okay、そうですね。もう芸術的に、芸術家そのものですね。どうしてだけ最後の友情を伝えてきた。本当に晩年の寂しがれは、ドルテの中に慰めに出すことはあらわれない。ベートーヴェンは、何度とはあなたのためにと思ってたこの曲をどうぞお受け取りくださいと尋ねたね。これは刺されるんですね。僕初めて知りました。ごめんなさい。ドルテシジリア夫人に捧げた曲なんですね。あ、誰ですか、それは。あれですよ。さっきから聞いてる。この曲の題名の。あ、題名なんですか。題名であり、こう、小野さんが一番好きな曲ですよ。あ、うん、こう、もう、喜びにあふれてしまうんですよ。もう愛中が立っちゃう。いい曲ですね。本当に曲ですよ。こんな曲を知らなかったとはそうしてましたね。ね、彼女が子供を亡くして人に対する彼女は彼は溜まって部屋に入り、無言のピアノを弾いて慰めた。彼は演奏を変わるとどれだけに握手を持って再び無言のまま撮影した。それ一切しないはベートーヴェンが弾いてくる。どれだけ知れたろう。若い22歳のメンデルスゾーンの彼女の演奏を聴いたドゼッチームの上にですね、すでに指が固くなって彼女が、その演奏は誠に感動的で、指の動かないところは心から
ホトバチの声で歌ったって書いてある。もう死んでもいいっていう感じだったんでしょうね、うん、大変でしょう。ベトメが自分の魂を抜いたついにヌルドクルヌルドクル、恥ずかしいですよついに求めてやられなかった愛の対象が好み、この曲です。このことですね。大地月の時代が懐かしく再現される。どんなに苦しくてもそれを振り払い、常に上機嫌であるというベートーベンの心は、あれだかかりしい曲となり、バッファ風の音の織物の中に生き生きと居続く。僕はこの姿、全曲にどれだけの危機に満ちた親密な姿とベートーベンの彼女に対して親しい心を感じている。芸術ですね、本当にね、本当に芸術ですね、素晴らしい。この変装 の天才としてピアニストでデビューしたから ね、ベートーベンはすごいですよね、本当。これ YouTube でアルゲリッチでライブであるんで、素晴らしい演奏です。それもぜひ聴いてください。綺麗でしょ、うん、メールはね、もう止まらないですね。すごいな、うん、これは誰が知ってますか、他に。バッカハウス、綺麗でしょ、いっぱいいますよ。何人ぐらいいるんですか。もう20人はいるでしょ、うん、特にっていうのは、特にっていうのはバッカハウス、HJDM、アルゲリッチでしょうかね。まあ、滅びてますよ。いくらぐらいで手に入りますか？いくらぐらいで手に入りますか？あ、HJDM ですか？あ、CD、いくらぐらいで買えますか？HJDM？ どれでも。安いの。安いの買おうと思えば、アルゲリッチの YouTube に入ってる、ね、YouTube に入ってる、ダライブ、ライブ映像、28番とか、ペンソーと28番とか、ポーって出てきます。美人ですよ。あんな美人いないですよ。何歳ですか、今はもう、髪の毛振り回したおばあさんのやつですけど、やっぱ、基本的なところでは、変わってないですね。もう天才的な、こう、ひらめきのみで勝負してますね。うん、日本も同じです。そういうタイプです。うん、即興性があってね。うん、見事に音色。ドドとして終わりますからね、ベタベタらしく。ダダダダダンダンダン。終わりました。終わりました。美しい曲ですよ、本当に。本当、今日楽しく聴けて、新しい発見がありました。新しい発見がありました。嬉しいですね。で、何か発見があった人は、これからもずっと語ります。チャンネル登録してください。語ります。気になって語ります。チャンネルボタン、またグッドボタン、お願いします。